ファインダーツチャンネル。2021年6月26日、沖縄で開催されましたインターリーグでファインキャッスル見事に優勝いたしました。その時の様子をダイジェストでお届けします。なおコロナの影響で動画アップを控えていましたが、今後は少しずつアップしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。一応動画をアップするのに相手チームの了解を得ていますが、ファインのメンバーのスローのみを極力アップしていきたいと思います。なんといっても今回は柴田豊和、藤原哲也のこの2人の安定したダーツが勝因でしょうね。大城は今一つでしたけどね。後半良くなりましたが、ナイスセブンですね。大城が投げているのをお尻で隠している柴田豊和ですが、豊、お尻で見えへんぞ。笑い声が入っていると思いますが、藤原選手のミスを大喜びするキャプテン大城ですね。悪いやつですね。はい、2ゲーム目です。701ダブルス、ブルブル、外す。ああ、やっぱりハットが出ないですね。ファイン4番目の選手、門脇選手ですね。トーンですね。やりました。本日初めてのハットです。はい、お見事。3ゲーム目はクリケットダブルスですね。柴田藤原のペアです。あ、この2人の試合は落ち着いて安心して見ていられますね。安定感が違いますんでね。今回のインターリーグでこの2人で何回トーン80、ホワイトホース、ベッド出したんでしょうかね。かなりの回数見たような気がしますけどね。はい、ナイストーン80、いってる尻から出ましたね。ナイスです。試合中にもかかわらず豊のユニフォームが短いとからかいまくってましたね。大城、藤原両選手は挙句の果てに豊の腹が出てるまで言うてましたからね。この3人にチームワークなんかあるんでしょうかね。大城はケツで豊和のスローを隠してますしね。まあ
結果が結果やったから良かったんでしょうけどね。フリーズを1ラウンドでスタートできないジャパン年間チャンピオンの大城選手ですね。ダブルは練習してないよとか言い訳してましたけど、関係ないですよね。藤原選手、きっちりハットで削ってきますね。完璧です。門脇選手、目立たないんですけど何気にいい活躍してるんですよね。ね、ブルも入らない。さあ、まずこれ上がれば701フリーズパーフェクトなんですが、どうですか。やりました、701ダブルスのフリーズ。柴田、藤原でパーフェクト達成ですね。お見事です。はい、そして最後のガランですね。これもキャプテン大城次第ではチームでパーフェクトが取れるかなってチーム内では言ってましたがね。はい、豊和ハットに続いててっちゃんもハットです。問題はここからです。はい、問題のこの人です。あ、一本目から外してくれました。パーフェクトはなくなりました。見事に一本目からチームの期待を。ああ、はい、ここもトーンです。はい、ハット、ここは外しませんね。さあ、と、はい、外してます。必ず1本外して通るんですね。ハットが出るんですね。ありました。第1試合終わってそのまま第2試合です。6スタート。はい、7。問題の人、はい、2マーク。あ、ここも2マーク。はい、7。安定してますね。はい、
フォーマークですかね。頑張った方でしょうね。はい、続いて701ダブルスですね。ハットどころか一本スタートですね。本当にハット出えへんですね。まあ本人の名誉のために後半はめちゃくちゃ良くなってきたんですけどね。毎年インターリーグの予選の時は全然ダメですね。本戦は全然良くなってくるんですけどね。出るか。あ、やっと出ましたね。門脇選手何気に頑張るんですね。ずっとトーンをキープしてますからね。ね、この男は真剣に投げてるのか。はい、撤廃。さあ、後ろどう上がる。外すんですね。上がれるなら最初に上がってくださいよ。失敗しなくていいんだから。続いてはクリケットダブルスですね。はい、シックススタート。クリケットは柴田藤原のペアなんで安心して見てられましたけどね。安定してますね。お、珍しくブル外しましたけど、はい、はい、最後はブル入れてフィニッシュですね。続いては701フリーズですね。はい、スタート。701のフリーズ、大城スタートできるんですかね。したけどちょっと危なっかしかったな今。はい、ナイススタートですけど、おやおや、これ珍しい。藤原選手がブル1本とは。はい、ナイスハット。はい、ナイスハット。
対に外す1本。帰ってくるときはいつも謝ってますね。でも本人全然悪いと思ってないです。さあ上がるか大城、まあダメですね。まあこんなもんですね。大城選手は賞金かかってないと力が出ないそうです。アンパンマンかお前は。さあ藤原選手127、あーダメだ。さあ門脇選手、はい50ブル、はいナイスアウト。何気に活躍しています。はい、インターリーグの予選の模様でした。前編、次に後編の動画を上げらせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。ファインダーツチャンネル、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。